皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、ここ最近入ってきました商品2点ほどご紹介をしたいと思います。でまずですね、こちらのタイヨガのね、スパイダーストレイタムサドルです。スパイダーサドルってね、結構軽量でね、の割にはね、乗り心地がいいんだよということで有名なやつですけども、まあそれがね、ちょっと特化ということで入ってまいりましたのでご紹介です。お分かりになりますかね。こう指でね、こうと押してもほにょほに動くぐらい、実はこうすごいしなやかなので、ウレタンとか全く入ってないんですけども、乗っててそうそうあんまりね嫌な感じはないですし、まあこれはね、ある程度その自転車というかね、前傾姿勢で自転車に乗るっていうことに慣れた人にとってはもう本当にこう素晴らしいというふうな乗り心地のサドルなんかじゃないかと思います。これね、なかなか理解されないことだと思うんですけども、ある程度ですね、自転車に乗り慣れてくる、スポーツサイクル、いわゆる前傾姿勢みたいな、状態で自転車に乗り慣れてくるとですね、スポンジがあろうがなかろうが、どうでもいいんじゃないですか、というふうになってくるな、というのが、私のね、それなりに積み重ねた経験から得られた、お答えとなります。というのがですね、ここの部分ですね、ここの部分に、いわゆる骨盤のですね、骨の部分をですね、うまい具合に乗せてあげて、ちょうどこう、矢じろべえですかね。それでこう、バランス取るような形で、後ろの方は尾低骨、前の方は男性だったら尿道ですね。女性だったら女性器の部分を、うまい具合にこう浮かすと。いうふうにしてあげると、実は、あんまり痛くないというふうになりますし、大事なことは、足でですね、踏み下ろす、しっかりトルクをかけて踏み下ろすように回せるようになってくると、踏み下ろす分だけ実は尻が浮くわけです。要はね、骨盤とかのね、お尻の部分にかかる圧をいかに分散させるか、いかにこう尻を浮かすような感じでやるかというふうなことが分かってくると、あんまりね、痛くなくなってくるもんです。で、その時にですね、このさっきお話したこのブニョンブニョンですね、この感覚が非常にこう生きてきまして、これね、僕はなんかやっぱいいなと思っちゃったりしておるわけです。で、そのね、ふかふかしたものがなくても、尻があんまり痛くならないですよ、私はっていうのがだんだんその境地に達してくると、何がいいかというとですね、これ、例えばその土砂降りの中とかね、行ってもピッピッとこう、叩けばね、もうすぐ乾きますし、ね、ウレタンの入ったサドルとかだとね、皮、かぶせてるビニールとか破けたら中に水染み込んじゃったりして、なんかね、座ると気持ち悪いとかっていうことがあるんですけど、それが全くないという風になってきますし、ちょっとね、引っ掛けたりして、こう傷が入っちゃったりしても、それがだんだんその味わいというように変わってくるというのが私の長年積み重ねた経験でございまして、ね、一人でも多くその息でね、乗ってくれる人をね、世の中に送り出したいなというふうに思います。で、実際ですね、ダーホンとかあの辺のやつででも、1日100キロとか、それぐらい走ったことがあるんですよっていう人であれば、このサドルだったらね、そんなに違和感なく、使えるんじゃないかと思いますし、まあ単純、これね、単純に軽いと。それは大きなメリットだと思います。で、次がですね、ターンから出てます、ライドポケットです。折りたたみの自転車ですね、このステムの首の部分が長いものが多いですから、ここにつけましょうと。で、最近ね、この辺に何て言うんですかね、水筒を入れる円筒形のものを入れたりとか、なさる方がどんどん出てきてますけども、ターンから出てきたのは、それをさらに発展させたような、もろもろポケットです。ね、ここですね。このマジックテープでビッと一箇所だけ締めるような感じになってます。で、これおそらく物を入れた時にね、使ってるうちにだんだんこう下に下がってくるんですけども、ターンとかね、ダホンとかっていうのは、ステムの部分はこういう風に、末広がりになってますから、走ってるうちだんだんギュッと引き締まってきて動かなくなりますよ、という構造になってます。まあ、ちょっと KHS の場合はね、これ、まっすぐなんで、ちょっとこの、ステムにはちょっと相性が悪いかな、とは思います。で、これね、こんな感じでポケットありますし、ここのとこですね。は、大きなものが入るようになってます。で、ここにですね、このマークがついてるっていうことは、モバイルバッテリーとか、いう名のを入れましょうと。そうしておくとこにスマートフォンつけたりとかね、したときにも、電源の心配がね、全くないとは言わないでしょうけど、かなり安心して使えるようになりますよ、というようなことを念頭に置いて、
いると思います。で、これができるとね、今結構自転車でどっかうろうろするってなった時には、電子機器を持ち運ぶ人が多いですから、一頃よりもね、荷物がだいぶ増えてると思いますので、こういうものがあるとね、何かといろいろ安心に、サイクリング楽しめるんではないかなというふうに思っております。